絶対グー出しちゃってるじゃん、いつも。癖。最悪だ、このハンド。このハンド最悪だ。チャージ&ドロー。超最悪。うん、超最悪デューだ。ダメガン設置。オッケー。最悪だな、これ。ダーエンド。え、マジで？うん、最悪。死んだ。チャージ&ドロー。え、マジか。俺も俺とちょっとハンデやばいんだ、ね、1回もつつけないとか、それ1回やりたかった。ねえ、じゃあ設置トキシックゾーン。うーん、そのデッキ何するデッキなんだっけ。カウントダウンとかしたいデッキだっけ。キャストポイズンダイバーゲージプラス2、さらにクリューが攻撃を設置されてガーリアプラスにアタック1点、じゃあダメージコントロール殺してる。でワンチャージワンドローします。1点5ダメージエンド、うん、いいんだよこれ。スタッツアイもドローできるから。ドロー、あっ、やっと整いました。整いましたよやっとこと整いました。じゃあこれかな。チャージアンドドロー、はい、じゃあバディ装備で不純のまま。そうだな。うん、これいったの、これも捨てるとなんかあるやつ。ああ。ブレンヒルダーラジ1とソウル1、ソウルインダーゴールで英雄が2体ありますよね。英雄ターン4チャージ。元キャメロット城を引いていない。まあでも一体英雄と見てば結構持つ。まあ、じゃあこれで2ターン受けた。本当はサイズ3の方行きたかったけどな。2ターン受けた。じゃあさらにターン1のデュランドル効果、冒険ガルナが置き換え装備できる。ライフ1払う、まあ装備変更だね。ゲージ1とライフ1払います。でもう2ターン受けた。エンドドロー。これデュランダル以外って書かれてないよね。王権装備してるなら。王権だから何でも。不滅王権だから。チャージャンドドロー。デュランダルからデュランダル。オビチュアリーセッチ。ゲージ。ワンドロー。じゃあ、エスレージ効果登場した時、うん、君このカード以外に君のもの復元一枚破壊します。国力破壊して破壊。破壊できんだっけ。うん、はい、相手の場のカードを破壊だ、うん、場のカード、なるほど、これでよかったよね。はい、解答。うーん、うーん、んなもんかな。アタック、うん、アタックフェーズ、じゃあ装備変更、はい、移動はしない、しない、うん、じゃあ連携でモンスターで効果で破壊、うん、なるほど、やられた。ちょっと連携攻撃を無効して効果で破壊で2枚ドロップ、うん、はい、で俺ライフ回復2回復してタクちゃんに2ダメージ。それ何の効果。こいつの効果強いな、こいつな、うん、連携するとか、そう連携することによって効果がずれ込む、うん、でデストレージで、うん、まあ全員ヘリやられたわ。エンド辛いわ。ドロー辛くさせるっていう。チャージャンドドロー、お、あ、切ったゲージね。あー、スクルドに払って一年装備装備して何すんのね。まず装備変更しよう。ゲージ1払って、はい、ゲージ1今現状打撃1と、うん、打撃1に回復。こいつの効果使うね。捨てて3枚見て、まあ、仕組んでワンドローと。そう、仕組んでワンドロー、仕組んでワンドロー、仕組んでワンドロー。おう、これであれ引かれるとまずい。じゃあアタックフェイズ連携するとなんちゃらってうざいな。とりあえず3点ファイター、3点ファイター。ヤイバの服1枚ドロップ、うん、どう連携するとうんちゃらか嫌だか。おっ、2回攻撃
点とかうまくないもんな。ここはいいよ。そうか、俺このターン装備変更してるんだね。うん、装備変更してる。だからうまくねえな、ディランダルするのが。うん、スタンドスタンド、ただ移動ソウルガードがいる。あー、どうしよっかね。こいつを出すべきになる。やっぱ相手カオスとかじゃないと、なんかハンド2枚でも生き残る気がしてるんだけど、なんとなくね。うん、普通は死んでる。どうしよっかな。やっぱ早いデッキが強いな、今な。シャージャンドドロ。じゃあゲージ1と国で1枚破壊してこる。はい、なんか強そう。で、登場した時相手のドロップが7枚以上あるよ。あるね。なんで相手の場のカード1枚破壊して、ね、2枚ドロップ。2枚ドロップ、すげえドロップするな。で、アタック入るよ。移動、移動ね。じゃあバリュータルで届いて破壊したからワンチャージライフプラス1。強いね。で、アタック時10枚以上あるよ。あるな、うん、2回攻撃います、アタック。わお。で、2回攻撃。でもなんか優しく感じるな、エンド。全然優しく感じる。チャージ&ドロー。じゃあ、オーベラン。オーベラン。で、ゲージ1、ライフ1。まあ、下手すら死ぬけどな。で、効果も消えました。ワンパン。まあいいよ。じゃあ2点、2点受けた。2点。いや、もう1枚ドロップ。はい、エンドです。サンドドロー。今はいらん。チャージドロー。ライフ4しかないからね、全然死ねるんだけどね。まあハンドが全然持ってない。ライトバリ行こう。ドロス引けてない。バリ行こう。じゃあアタック、はい、まあ効果消えてるから、まあ、しょうがない。場全部だよね、多分。モンスターだけです。モンスターだけか。うん、うん、連携でじゃあオベラ。うん、だ、倒された。で、ワンチャージライフスイッチ。破壊した時はもう場にないのか。そうか、うん、はい、OK、エンドドロー。やつを引いてくれよ。シャージャンドドローを。またオベロン来たら終わるんだけど、まあ、オベロンあるんですよね。すぐセンター固めるんですよね。はい、で、コール。で、2番があったらね。で、これでアタック3000。3000。ハンドないっすよ。まあいいよ。じゃあ2ターン。受けた。2ターン。受けた。ハンドは。サンドドロー。ハンドないっすよ。しゃ。言うてハンドないっすよ。ドロー。今こいつ引いてもあんま意味ないなぁ。解除。あれ、俺ツードロー魔法が1枚も見えてないな。引いてもおかしくない。デッキの下もしかして。まさか、うん、じゃあアタック連携ドグマ。はい、やられた。ワンチャージライフプラス1、うん、これ連携した時じゃないこれね。した時の効果は出ないよね、だから、うん、出ない。オペラも破壊された後の効果は出たね。こいつだけ効果で、これによってもオペロンがいなくなった。チャージャンドドロ。うわ、弱い。はい、アタックウェイズ、ほら。ほら、したい。まあ、いいです。2点。2点、受けるよ。ハンド。お互いハンドが1枚。ドロー。ジルヒン。じゃじゃん、ドロー。引け。おい、ツードロー魔法引けよ。はい、いいね。アタック。うん、ここ。ここ。うん、またライフ回復。チャージライフプラス1。ライフ取りに行かないっていう。ドロー。ゲージいらな。ゲージいらな。さあ、どうしよう。チャージャンドドロー。ゲージ使うやつ聞いたらいい。来た。まあ、ゲージ1と手札捨てた。聖杯捨てた。5枚見る。聖杯捨てたからだいぶ違うな。5枚見て。1枚しかなかった。よっしゃー。ってる。やったー。クソってる。死んだかな、これ。クソってる。まあ、装備変更はしますからね。いや、しなくていいんすね。得かしても打点変わんないからね。装備変更して。じゃあ1点。受けた。1点。受けた。2点。受けたよ。
で、対抗装備、装備変更ではないけどね、うん、で、11ライフ1とどめだ、キャストライフガス1 でもワンチャンかけるのが正しいよね今のね、ドロー、チャンスがあるなら仕掛けるのが正しい。お、いいんじゃねこれ、チャーちゃんどう、ドロー、いいぞ今ね、聖杯とかめくれたら強かったんだよね。まあいいっす、まあいっぱいあるよ。30枚もないか、30枚ありそうだね。20、お、20枚じゃある、20枚、アイテムドロップは20枚じゃあるけど、こいつの防御力プラス1万の打撃プラス1。おお強い、1万1000打撃1万とか強い、いや防御力ね、防御プラス1万、打撃プラス1で1、2、3、4、5、6、攻撃もプラス1万なんじゃん。あ、それは自分がなってないといけない。君のドロップが20万、自分はなってない。なんか強そうだね。そう1万はいいでしょ。まあただのサイズ1だ、壁役サイズ1にしたら結構良くない、うん、じゃあアタック、うん、2点、あ、打撃上がってんだっけ。上がってるよ、はい、エンド、あ、生きた、生きたんすけどドロー、死ぬと思ったら生きたんすけどドロー、なんだよこれよ。もうだって1万9000だから足りない、届かない、届かない、エンド、やったー、聖杯があってもジャジャンドー、ドロ、今これ横に置いた方が良かったんじゃないですか。なんで、まあいいよ、あげる、はい、じゃあアタック、はい、1点、1点、聖杯、2点、死んだマス、何これ、泥試合もいいとこだチャンネル登録、ツイッターのフォローよろしくお願いします。あなたたちに